サモスは、スペイン、ガリシア州、ルーゴ県の自治体、コマルカデサリアに属す。ガリシア統計局によれば、2010年の人口は1646人。住民故障は、男女同系のサモネンセ。ガリシア語話者の自治体住民に占める割合は98.95%。サモスは、ルーゴ県の南部に位置し、コマルカデサリアに属する。北から、西がサリアと、 北が、ランカナと、東が、トリアカステーラ、ペドラフィータとセブレイロと、南東が、ホルゴーソドコーレルと、南がポブラドブロジョンと、南から、西が、オインシュオの、各自治体と隣接、自治体の中心は、サモス教区のサモス地区にある。サモスは、サリア司法館かつく、ルーゴ市教区に属する。20世紀初頭以降、サモスから、多くの住民が移民していき、 およそ70%の人口を失った。特に1940年から1985年にかけての人口の流出は著しい。住民の85%は農業、特に牛、豚、羊などの牧畜業に従事している。自治体市長はガリシア社会党の不利をが税ゴもおれ、自治体評議員はガリシア国民党3、ガリシア社会党3、手が 2. ガリシア主義党1となっている。サモスは24の教区に分けられる。フトジは自治体中心地区のある教区。ありがとうございます。